権力者に伝え、悠久の歴史を見守る二つの部族がいた。闇に生きる一族アンブラの魔女と、光を主とする一族ルーメンの賢者である。彼らは互いに敬意を払い、不可侵の掟を守って人類の歴史を影日向から支えていたが、その調和はある日もろくも崩れ去る。世界の観測者とまで謳われた光と闇の両一族が互いに憎悪の炎を燃やし、突如として激しく争い始めたのだ。戦火の炎は瞬く間に広がり、ヨーロッパ全土をいつ果てるとも知れぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない熾烈な抗争だった。しかし拮抗する両者の勢力にも次第に変化が現れ始める。絶大なる神の力を振るうルーメンの賢者たちだったが、隠密を目とする魔女の攻勢に押され、開戦から数年後、賢者一族は滅び去り、アンブラの魔女の勝利でようやく争いは幕を閉じた。魔女たちへの執拗な迫害が始まった。狂気に駆られた民衆は生き残った魔女たちを徹底的に断罪、凄惨な魔女狩りである。抵抗する者もいたが、人々の信仰する神の奇跡の力によってことごとく惨殺され、ついに影の観測者アンブラの魔女の一族も歴史から消え去った。ただ一人を除いた。
ハンプティ・ダンプティ墓の中か。壊し屋エッグマンも最後はあっけねえもんだったぜ。なあ、そんなことよりなんで俺がこんなやつのためにわざわざ参列しなきゃならねえってんだ。仏を下ろしたら俺はお役ごめんだろ。なあ、今日が何の日か知ってんのか。こんなやつに聖書なんか読んだって無駄だぜ。俺たちのゴミダメの中でも札付きのクズだったんだよ。ほれこの通り、こんな葬式に来る物好きだってただの一人もいやしねえ。とはいえ仏の世話も俺たちの務めだがな、やつの組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあここはそういう町だ。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいいやつが手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。もらうもんはもらうがな。おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよう祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹を空かせた神様の朝飯としてだがな。さてと俺らも帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃあばよ。まさかお迎えが嘘だろ。あんなクズにも。ああ、このクソったらの光め、今知ったらめ。あの光の中にいるんだな。お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきりと温かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。来やがった。光の主よ、苦しみ迷える我らが家族の御霊を永遠の安息に導きたまえ。あなたたちもねんねの時間よ。その辺の人間と一緒にしたら痛い目に遭うぜ。どいてなしだ。ロダ。よう、エンツじゃねえか。隠れてな。たまりにたまった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃ困るから。Yes!
悪い子たちにはきついお仕置きをしなくちゃね。ビューティフル。ひどい安物ね。こんなのすぐ壊れちゃうわ。遠慮はいらねえ。たっぷり持ってきたぜ。届け物を頼むぜ。それで10は終わりだ。そろそろフィナーレにしな。イエーイ。まだ早いわ。曲もダンスもこれからよ。ビューティフル。
ジフル。分かったでしょ？私には血も涙もないのよ。こんなおもちゃ使わせて今夜はロダンのおごりね。俺の車がめちゃくちゃだ。なんでいつもこんなクソみたいな目に遭うんだよ。ラッキー、エンジンは調子いいわよ。それよりせかすようで悪いんだけど、あんたが掴んだっていう例の情報早速聞かせてくれないかしら。それどころじゃねえ、こいつを見てみろ。宙吊りにされるわ、車もおしゃかにされるわ、人を散々ひでえ目に合わせておいて、はい情報よこせだ。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだな、エンツ。そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして這い出してきちまうぜ。なんだと。レオナッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例のブツを仕上げねえとお前さんが困ることになりそうだからな。待てよ、ロダン。エッグマンはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。
でもあの世でも嫌われ者になって死神に蹴り出されてこっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。ほれ。早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど5分経ったら歩いて帰ることになるのよ。待てよ。俺を置いていくんじゃねえぞ。チクショウ、まったくついてねえ。最悪だぜ。ああクソったれ。せっかく久しぶりの依頼で儲けたってのにこれじゃ修理代で全部パーだ。俺の愛車をこんな風にしたクソ野郎が今度俺の目の前に現れやがったらギタギタにしてやるぜ。目の前はあっち。ちゃんと運転して。何をすまし顔してやがんだ。お前だってろくなもんじゃねえだろ。このゴミダメみたいな町のゴロツキどもの中でも天の使いに手出すなんて物騒なやつは見たことも聞いたこともねえや。ああ何これ。あっそれもアマさんの格好でだ。おめえみてえな罰当たりのやつはろくな死に方しないだろうよ。あの格好結構気に入ってるのよ。お友達にも恵まれるしね。20年前湖の底に沈む棺桶の中から目覚めてたった一つ覚えてるのは自分が魔女だってことだけ。その上輪っかを頭に乗っけた愉快な連中を毎日ぶっちめて生贄に差し出してやらなきゃ地獄に引きずり込まれて一巻の終わりだとよ。俺も自慢できる生き方はしちゃいねえが、お前のその難儀な人生には同情するぜ。熱弁のところあいにくだけど電気作家はお呼びじゃないわ。面倒な葬儀を引き受ける代わりにあんたは情報を教える。それが取引よ。ちょっと待ってくれよ。この車が見えねえのか。こっちはただ働き同然なんだぞ。話してやってもいいが、その前にせめてロダンの店で酒でも飲まなきゃやってられねえってんだ。言っておくが情報は確かだぜ。お前の記憶の謎を解く唯一の手がかり、双子の宝石の片割れの行方をついに突き止めたってのよ。宝石一つに目の色変えちまって意外に乙女じゃねえか。苦しい。ちょっとからかっただけだろ。エント、あんたついてるわよ。しつこくてうるさい虫が一匹。あんたはどうしたベヨネッタ。まだ夢の中にでもいるのか。
奴ら、でかい騒ぎをやらかしたもんだ。俺の故郷でもちょっとした話題だぜ。あら、そう。この世を構成する三位一体構造は知ってるな。ここ、人間界。魔界。そして天界。この三つの世界だ。その真ん中にある通路のような空間がプルガトリオ。私が天使たちを狩るのに使ってる場所ね。改まって講義でも始める気？問題はそのバランスだ。たまに人間界で暴れる連中もいるが、大抵はその領分をわきまえてる。だがあんまり度が過ぎると、ヨハネの黙示録さえチャチな絵本になるような、天界と魔界の全面戦争が始まるぜ。戦争でもお祭りでも仲良し同士好きにしたらいいわ。私には関係のない話ね。ともかくだ、今度の騒ぎはどうも匂うぜ。エンツがこのタイミングで情報をつかんだってのも話がうますぎる。記憶の彼方の誰かがお前を誘ってるのかもな。お前にプレゼントだ。特別性能だ。悪魔も喉から手が出るほどの貴重な素材を使った一品だ。退屈はさせねえ。可愛がってくれよ。私を誘う？約束がなければお断りよ。でも毎日小物の相手ばかりするのもいい加減退屈してたところだし、そろそろもう少し上品な子たちとも遊んでみようかしら。今夜は随分飲むな。余計な世話だろうが、奴らのところへ行くつもりなら急いだ方がいい。向こうもただのんびりと待ってくれるほど上品じゃないだろうからな。エンツ、奴の分はお前につけとくぜ。お前が払ったことはねえがな。
Thank you.